はい、なんとなくラジオを作ってみました。まあ、なんか、レイちゃんっていう不幸な子がいて、まあ、おそらく前世にカルマを抱いていたっていうこと。仏教が正しいならばね、キリスト教的に言えばどうなのかわからないんだけど、ことで、まあ、それは自分で清算すべきなのか、そのカルマ。飯島氏ってとってもすごい霊能師さんがいるから、そういうのに頼るのかっていう、迷うとこなんだけど、ちょっとは減らした方が合理的だと思うんだよね。私もだいぶ楽になったと思うから。だけど、そういうのを使ってもなお、現世の功徳が積むべきだよねって思ったね。後回しにしたり、帳消しにしたりとか、そんなどうなってるかわからんからね、裏では。じゃあね。